ねえシロ、あなたの生放送見てたんだけど、セルフこたつって何なのかしら。動くと一緒についてくるこたつです。おこたに入った後にあれ食べたいって後から思うこと多いですよね。そんな時に寒い思いをせずに気軽にお菓子が取りに行けちゃう優れものなんです。昨日もチョコパイとピザポテトのチーズ味取りに行ってたよね素晴らしい組み合わせなんです、食の循環生放送のエンディングにも出させてもらったのよね。はい、その説は大変お世話になりました。嘘、ずるいいつもそうやって二人でこっそりいいことしてるんだ。そうだ、シロはセルフこたつが欲しいんですけど、お二人は何が欲しいのかな。くれるの？え？そっか、クリスマスだもんね。やったー。またクイズかしら。楽しそうね。クリスマスにもらって嬉しいもの。それでは本日の議題です。クリスマスにもらって嬉しいものといえば、シロはケンタのバーレル、サーティワンのアイスケーキ、アセトウキレモンイカ天。はいはい、妹ちゃんどうぞ。それはトナカイです。ほう、それはなんで。最近セキュリティが厳しくて困ってたんだけど、空の便で運べそうだからね。妹ちゃんは何をしてるんだっけ。フリーランスの武器商人だよ。あ、でもそっか。親方、空から ATM がなんてことになっちゃったりして。とってもロマンチックね。私は心のこもったものなら何でもということにしてるわ。お姉ちゃんが人間らしいこと言ってる。メインはお正月ね。メイン？メインディッシュはおせち？違うわ、魔法の呪文なの。よく聞くのよ。強いて言うなら好感度大作戦ってとこかしらん？まだわからなくていいのよ。質問は終わりかしら。じゃあ逆にもらって困るプレゼントって何でしょうか。クリスマスにもらって困るもの、薬莢。あ、でもプレゼントなんだから文句つけるのも嫌だよね。うん、そうね。最近自分の好みではないプレゼントを渡してくる人をプレゼントブスと呼ぶらしいけど、そんな考えを持ってる子の方がよっぽど心が醜いんじゃないかしら。すごいパワーワード。善意でもらってるってことは覚えておきたいですよねそうね。もちろん善意は正しい形で伝わってこそ相手のためになるから、相手の趣味を調べて相手の好きそうなものをプレゼントする努力はとっても大事ね。うんうん、確かに。プレゼントをあげたのに迷惑がられたりしたら、むしろ泣いちゃいます。薬莢は小さいからいいとして。あ、そうだ、大きすぎるものを渡されても部屋で悪目立ちそうで嫌かも。大きくなくても殺傷能力の高い武器はたくさんあるよ。悪目立ちしない。そっか、関係がそんなに近くない人同士だと消耗品がいいって言いますもんね。シロ、物知り。シロの大好きな食べ物も消耗品ですね。そういう意見もあるんだ。シロちゃんの動画はためになるな。そいつはすぎーや。ご視聴ありがとうございました。まだお済みでない方はぜひチャンネル登録をお願いします。PC や一部スマートフォンからご視聴の方は画面のこちらから、その他端末をご利用の方は画面の下にある登録ボタンをクリックしてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。